デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッパシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさんとロッケンローラさん。はい、あの勝手にアンバサダーです。勝手にアンバサダーのロッケンローラさん。はい、はい、あのパドック愛がいつもありがたいことに、この見た目だからどんな感じの方かなと思ったら、ものすごい丁寧でですね、あの毎回本当によくしてくださって、うちのことをあのよく挙げてくださってるので。はいはい、そうですね。あのちなみにパドック多分今一番好きなのは里真子でさ、推しは里真子じゃないですか今。そうですね。いやデミさんです。あもうあいつムカつくじゃないですか、あの顔。あ、入った入った。あの専属のチューナーで今ロッケンさんのやらせてもらってて、はいはいはい、悪かったらすぐ言ってくれっていう。俺はやんないけど、はい、そう、あのぜひぜひ、はい、その感想がね、直にロッケンさんの X を見てもらったら、はい、あのこういう感想だよってあげてくれてるんで、ぜひとも検索よろしくお願いします。はい、はい、ということで、このコーナーは皆様からのお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今返答期間が1ヶ月から2ヶ月ぐらいでちょっと伸びておりますが、ぜひこの機会に皆様のお悩みご質問じゃんじゃんバリバリ大募集中でございます。投げかけていただけたらなと思っております。さて、今回は YouTube 動画 VSR10 カスタムパッキン内側外側突起カット理由デメ裏に聞きたいコーナーへのコメントでございます。タボさんからのコメントありがとうございます。あ、ん？トドさんです、ね、失礼。あ、トドさん、トドさんからのコメントありがとうございます。あの北海道の方ではうつらしいですよ、トドさん。トド、トドこうビスビスってこう、あ、ターンじゃないですね。そんな一瞬でビッと、危なすぎないですか。もうちょっとこう、暗殺の感じ。打たれないと思います。あ、なるほど、はい、はい、いつも楽しく拝見しております。質問なのですが、以前 VSR のリアルショックバージョンを所持していたのですが、幕有用に購入したんですが、使ってみたらホップがかからなかったんです。以前冬に VSR はホップのかかりが悪いと聞いたジネット、ジネット他のネットってことか、他のネットか、他のネットかな、で見たりしたのですが、なんとなくかかっているかなって感じでした、はいはい、たまたま東方の個体がそうだったのか、真冬は VSR はホップが弱いのか。ちなみに当地方は宮城県で、その時は気温は5度切ってたかな。お答えいただけたら幸いです。ちなみにその冬に知人に譲ったのは内緒です。悪い人じゃん。追伸、丸いのボルトアクションを購入考えています。VSR、リアルショック、G スペ、L96、M40 どれがおすすめですか。用途はアウトドアフィールドです。東方体格がそこそこ大きいので、 VSR1 は小さい気がするので外しております。はい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 、はい、あ、でも結構気になる質問なんですか。パッキン周りで冬になったら効きが悪くなっちゃったよ。 VSR の、まあ、真冬のパッキン、まあ、あの真冬だから効きが悪いっていうのもあるんですけど、ゴムって作動音域っていうのがあるんですよね。はいはい、よかった。あいつがないですとか言ったらぶっ殺しちゃうのかと思ったよね。作動音域があって、実は決められてるんですけど、理想的なのはコードを変えられる人は変えた方がいいんですよね。はい、夏冬全部マルチで使えるパッキンって丸井さんぐらいしか知らないかな俺は。あと宮川さんの親さんのところの柔らかめのやつ、まあ、ニトウイルカシリコンとかのパーケットとか、あー、なんかオタクっぽく言ってますね。うん、そうなんです。ニトリルかシリコンでもまた変わってきます。シリコンの方が張り付きが強い、ニトリルの方が滑るんですけど、はい、どうですか、あの V10 とかロッケンさんとかは持ってらっしゃいます。あー、VSR は1も持ってますね。最先端行ってるじゃないですか。え、どうですか、ホップのかかりに不満とかないですか。いや、箱出しで十分当たります。はい、一番いい答えなんです。そうなんです、箱出しでもね、満足できる弾道性能が出ちゃってるんですけど、うん、不満とかないですか、冬とかは。そうですね、丸いのパッキンはやっぱり一番優秀なんじゃないですかね。おっしゃる通り、丸いのパッキンって温度変化に強いんですよ。真夏でも玉詰まりを起こさないし、冬でもなるべく柔らかくかけようとするんですけど、本当に冷え切っちゃうと、どんなに作動音域があっても
動き悪くてかかんないっていうのがあって、実際これは気温は5度って言ってまし書いてますけど、車の中でね、朝からずっとそのまんまで出して打とうとすると、もっと冷え切ってたり、銃自体は固まっちゃって作動しないってことがあるんですけど、そんな時はどうすればいいか、プロの専門家の佐藤さんがいらっしゃるので、豊彦さんじゃないの、今回佐藤さん、佐藤さんです、クリシュクってっから、あいつにどうすれば温度上がりますか、パッキンの、パッキンの温度、 VSR の作動音域まで上げたい、朝一打ってて、あ、これパッキン硬いなと、そうで、ホップの気が弱いという今ご質問があって、それこそニトリじゃなくてシリコン入れた方がいい、専門的な意見が出ましたけども、まず根本的なやっぱ作動させる温度域と張り付きのいいシリコン系のものに変えるっていうのが一つ効果があるよってことなんですけど、それでもダメな場合はもう午後まで使わない、午前中は使わない、まあ、温める、いっぱい打ちゃいいんですよ、わさってもう何にやっても無理です、ボルトはボルトはあの300連マガジンを刺してこうやって叩いてればいけますけど、原則としてもう熱入らないんですよ、だからシリコン系だと食いつきがいいから回転がしっかりかかってくれるんで、冬場はシリコン系おすすめなんですけど、これあのそんなこと起きねえよってまた言われたら、あ、そうですかごめんなさいねって逆切れしますけど、言っときますけど巻き込みが起こるんですよシリコン系って。クマちゃんさすが、俺ね血垂れ流してんの今、血ですか、あの YouTube ね血見せるとダメですよ、血はダメです、血はダメなんですよ、だから、ね、書きましたね、書きました、で、あのなんだっけ、そのシリコン系を入れるっていうことがなんだっけ一番いいと思うんです、うん、だからコードもそんなね硬くないのがいいよね、うん、シリコン系のあの欲張って硬めのを入れるのはやめてください、基本的に柔らかいやつから1個上ぐらいが限界かな、俺もでも G スペをねあの1年中使ってて、真冬でも別にまあまあまあ全般的にやっぱホップはちょっと弱いかなって感じはしてたけど、そこまでホップかけたい派じゃなかったって、まあね、そこまでね冬でももう問題はなかったかなと思うんですけど、え、うん、ホップ普段使うと思ってロッケンさんの V10 だと何になります？25ですね。25だと全然問題なくって感じですか？2だとちょっとやっぱ頼りないですもんね、ボルト使うときは。え、2、俺ボルトアクションでも前2だったの。俺も2ですよサバゲやるときは、まあ、精密射撃とか、はいはいはい、あの的打ちになったらやっぱ重たい弾が、これね、いい情報あるんですよ、はい、25いいわ。どっちですか？何？サバゲーでも2号。普段も？普段も2号最近使ってるんだけど、打たないから数を。あ、2号があったらやっぱ2号の方が安定度がなくて、で2の距離でも変わんないじゃん、うちら戦う距離が20とか、まあまあまあ、2号使うと楽できる。なんか皆さん最近2号の人多いですよね。あのなんだろう、昔のゲーマーなんでどうしてもあの2使っちゃうんですけどちょっと下水こと言うと気づかせやすくなる。ああ、まあ若干ね。そう、若干ちょっと違うから、ね、当たった時がね、やっぱこうドンっていく感じなのと、こうやっぱね流れる感じじゃなくて、もう目の前の人なんかあのお肌のスキンケア始めましたからね足にクリーム塗り始めました、ね、大丈夫です大丈夫です、こっちでもだってもう今血を止めてねパソコンを貼ろうとしてるわけですから大丈夫ですよ大丈夫です大丈夫です、ここ大丈夫です、これあのバトルのサバゲンの時に、丸太にぶつかって壊れました。ああ、なんかぶつかったって言ってましたね、張り切ったんですね、で、なんだその弾の重さも一番だけど、うん、ホップのかかり弱ければ2使うっていうのも手なんですよ、確かに。あ、はいはい、飛びがね、これ2使うことが多かったからあんまりホップそこまで気にならなかったのかね、2号だと2号使うと確かに気になるかな、だからそういうところも考えると重量って大事なんですけど、次のいよいよ大事なところですね、追伸ボルトアクションの購入を考えておりますが、はい、何がいいですか、リアルショック G スペ L96M40 どれかっていうね、いや今日はいろんな人に聞けますからいいですよ、ロッケンさんどれがいいですか、いやガタイがいいならやっぱ L クロが一番いいんですね、 L96 はね確かに大きい、あとなんかねイメージ的に銃が硬い、これも何人かに聞いてみます、どうだろうな、サバイバルゲーマーっぽい人に聞いてみたいな。お、コナタン何が
いいですか、何がいいですか。 L96。 あ、そう、 L96 かっこいい。あー、ロマンに行きましたね。でもホップ強くなったんだよね、L96 ってね。でもまだ弱い気がするよね、L クロも。一番最初に出た頃よりはちょっと強くなったでしょ。あ、エアサウンドもう売ってないですあれはネタに走りましたね。バン、今売ってない。どうですか、何かおすすめのボルトアクション、丸い系なんかありますか。ボルトアクション、今 VSR のリアルショック G スペック L96M40、 このどれが何がいいかなっていう。あ、なるほど、はい、そうですね、ボルトアクションもなかなか触れてないとね、これどれがいいかって分かんないです。他に何か言います、俺はこういう意見。タカトは僕G スペック。ああ、 G スペック、うん、まあ、スペックでしょ。おお、だって一番軽いし、短いし、楽リアルなのしたら接種でした太郎さん、はい、ちょっと話された僕はリアルショックバージョンがいいと思います。え、なんで理由聞いてください。はい、あの東京マルイが VSR を出した初めてのモデルがリアルショックで、先日僕購入したんですよ。はいはい、で初め、G スペックだったんです。はいはい、でつい最近購入したんですけど、ものすごい性能が良くて、さらにリコイルがある。これがあのおもちゃとして完成されてるなんて。邪魔じゃないですか、リコイル。いや、最高です。そうだ、最高でした。カチャンカチャン。バカにしてるでしょ。僕使ってます。リコイルなの、カチャン。あれって後ろだったっけ。前なんか後ろに来るんですよ。え、前にコンってこのか。 G スペックは重りをカスタムして重りを入れてるんですけど、うん、そうすると前にどうするって、うん、はいはいはい、違うんですよ。俺リアルショックってそうだったっけ。いや、前です。俺らはやっぱ味わった経験があるんだ。パン、ポコってこう前だって叩いたピストルの前にグッていくって感じ。前にってちゃんと後ろに帰ってるんですよ。あれはちょっとなんかおかしい、妄想してます。変なの、だってあれなんかプラスされてないですか。箱出しですよ、マセンジョされてた。リアルショックの構造上前に飛ぶようになってるんですよね。あのだからちょっとなんかやってます。前に叩く感じがこういうのやってますあって、その反動すらも感じてるってことね。そうです、あの微妙な前からちょっと引くようなのを感じるっていう、ちょっと変わったなんか反動だった。ちょっとあの人はあのそういう人間なんだよ。あれはそういうこと。じゃあまあ、 あのそんな中で、うん、L96 意外と多かったね、はい、どう、じゃあ僕らの意見いきますか、はい、もう G スペ一択ですよ。まあ私も G スペがいいなそれあるよね、重いんだ。いや重さじゃないんですよ、あの理由がちゃんと、もっともらしいこと言います。エアの容量のとバレルがもともと真鍮なのでノーマルで一番性能が出しやすい。で、リアルショックってよく当たるんですけどアルミバレルなんですよ。ですからちゃんと真鍮のバレルで入っててホップアップの効きと長さも変えられるで、消耗効果もあるっていう意味ではサブの元からね。で、G スペックの方が非常にバランスいい。外せるし、そう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 、長さも本当選べるじゃないですか。外しても結構静かなんですね。静かだね、案外ね。だからあと選択肢 VSR のプロスナイパーがないじゃないですか、ええ、プロスナを入れるべきだと思いますここにはちょっと今入ってなかったです、ね、あえてリアルショックの太郎はほっといて、なんでプロスナ入れられるまあリアルショック楽しみたいんだったら、まあ、リアルショックしかないんでね、あれですけど、あのハンターモデルみたいなのありましたよね、あのスコープついたリアルショックの、あのギラギラのやつ、ね、そうそうそう、あれはかっこよかったですよね。ダメっすか。いや、サバゲーで使うよ、ちょっと派手だな。 あれサバゲーで使ってバシバシ取ってたらかっこいいっすよ。そうですけど、目立ちますけどね。鹿討ちじゃん、うん、今だったらクマでいいんじゃないですか。あそこにいます。いやいや、千葉に一匹いますんで。千葉に一匹います。千葉いないって。アーパン、俺はアーパンペアちゃんで、ね、クリームパンって言われて殺されますよ。いや、あなたじゃないですか。ロッケンさんたちの、ね、エルクロがやっぱ迫力。そうですね、見た目と、あとその、ね、自分が持つとしたら
やっぱジースペ選ぶでしょうけど、あれ、あれ人に押し付けるときはいやいやいや、ガタイがいいっておっしゃってた、だったらそういう方だったら扱えると思うんですよ。今俺最高に楽しかった、自分が扱うんだったらジースペックですがって、でも人に捨てるときはエルキュロッケさんいい味出してるね、かなり他力本願寺が出てる。エコナダンもかっこいいね、エルクロですよ。私も自分が使うのはジースペックです。なんだこいつら、質問の意味が。あの面白くないけど、ジースペックって完成されてますよね、その点では。あとなんか違う意見ありましたっけ。リアルショックは太郎ちゃんだけでしょ、あれはもう論外だからいいんです。太郎さんも使ったことね。リアルショックって言ってるの論外よ。で、最近あの競技系やったりしたりするね、うちのバイトのタカトっていうのがいるんですけど、あれはやっぱサバゲーに特化してるんで、 G スペックっていう判断がやっぱサバゲーに使うんだったら G スペックバランスいいかなと。でもあえて僕はクマさんの指示するんで、カー 98K のカートが飛んで全然飛ばないやつです。あれがサバゲーでは最高に楽しい。当たんねー、絶対当たんねーって言いながらカチョンと飛ばない。踏むなよ、絶対踏むなよ。あれ大好きなんですよ、当たんないことが面白い銃だなと思ったんで、はい、まあでも G スペックがおすすめかなと思います。そう思います。またホップでね、ちょっとわからないことありましたらぜひお問い合わせいただいて、どれがいいですかと言っていただければね。まあ、すごいこうパドックチューニングのファンのロッケンさんがおすすめですって言ってくれればいいんで、ちょっとアピールポイント言ってくださいよ。何がいいか、パドックのチューニングのここがええでっていう。ああもうそれはもうあの何ですか、メニューにないことをやってくれるんです。皆さん同じこと言ってるんだね、大体。メニューにない、うん、こういう弾道でこのぐらいの弾速でこういう集団ができないかなと相談すると、もうこれ次第で何でもやってくれる。いや、なんでできることできないことはありますけれども、できるだけご要望にはね、大体これ次第で、まあ、まあ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 人柄だよね。あのお金のことを人柄人柄言うんですよ。まあでもロッケンさんもそっち側だったな。もうメニューにないものを作らせる側だから、あの相談しに行きますって言われたんで、あ、分かりましたって、担当つけますって担当つけて、こういう弾道でこうしてほしいって言ったらそれ通り作るっていうのがまあできなくはないんですけども、まずはメニューからね。まあまあまずは選んでいただいて。アンブレ最高。アンブレ、これじゃちょっと満足できるな、もう一声もう一声ってやっていくと、だん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 メニューにないものが、あの、だいたいこういうクラスになるともうダメです、お金とか通用しないです、これぐらいかかります、いいです、いやいいですって言われたらやるしかなくなるからって、 ある程度予算を決めてって、もういくらぐらいで こういうふうにしてほしいって言ってくれればそれに合わせて、ね、できますんで、まあ、まずは本当基本はアンブレから始めてもらって、アンブレーカブルの良さがあったなと思ってます。 VSR じゃないですけどね、アンブレね、 VSR はノーマルでまず使ってみれば、でちょっとほらホップがっていう場合は、まあ、パッキンをちょっといじってみるっていうのがね、そうですね、いいと思いますんで、まずはお気軽にご相談いただければと思います。はい、参考にしてください、ありがとうございます。よし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 、デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK、 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。